今回はベーコンと白菜の中華クリーム煮の作り方を紹介します。ホワイトソースなしで簡単に作れます。ベーコンの旨味が柔らかく煮えた白菜に染み込むことで美味しくなります。それでは作っていきましょう。白菜をカットしていきます。まずは葉の部分を適当に食べやすい大きさにカットしていきます。両サイドの葉の部分も同じようにカットします。芯の部分は味が染み込みやすくなるように包丁の腹で軽く叩いておきます。それを半分に切り、縦に4等分します。大体このくらいの大きさにしておきます。芯と葉は分けておきます。ベーコンは1センチ幅くらいに切り分けます。材料は白菜 300g、 大体4枚くらいと、ベーコンハーフカット5枚、牛乳 100g です。鍋に大さじ1の油を入れ、ベーコンを炒めていきます。ベーコンはハスなどを使って1枚ずつに剥がしていきます。ベーコンの旨味を油につくようにして焼いていきます。ベーコンの油がこのようにあふれてきたら OK です。一度ベーコンは取り出しておきます。この油を使って白菜の芯の部分を炒めていきます。白菜の表面にベーコンの油を絡めるようにして炒めていきます。白菜に油が回ったら、鶏ガラスープまたは元を取れたものを200cc で煮ていきます。スープが沸騰してきたら弱火にして白菜の葉の部分も入れます。この上にベーコンを乗せます。蓋をして弱火で5分くらい煮ていきます。5分したら蓋を外し、白菜の煮え具合を確認します。芯の部分まで柔らかくなっていたら牛乳を入れます。
バディチクラ色です。味の素を少量入れます。胡椒を振りかけます。グツグツしてきたら弱火にします。水溶き片栗粉を大さじ1を2回に分けて入れ、とろみをつけます。水溶きを入れたらよく混ぜながら強火にしていきます。とろみがついてきたら仕上げに鶏油を入れます。さらに盛り付けます。あれば彩りにパセリを散らします。ブラックペッパーを振りかけます。これでベーコンと白菜のクリーム煮の完成です。よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。